もうです。えー、今回ですねこちらのプルスタスー i3 の専用オプションとなっている MMU2S についいいいいててレビューしていきたいと思います。はい、こちらの MMU2S というのはマルチマテリアルアップグレード 2S という名前のもので、まあ、簡単に言うと、えー、フィラメントが通常は1種類しか使えないものが同時に5種類まで使えるようになるというものですね。えーまあ 今まではモノクロのプリンターだったものがカラープリンターになるみたいなイメージを持っていただけるとわかりやすいかなと思いますで今回の動画で,ですね僕が MMU2S を導入するにあたって困ったところとかがいくつか出てきたのでまあ、改善点的なこととかまあ、そもそもの解説なんかを動画にしたいなと思って撮っています 通常の 3D プリンターだったらこんな感じで単色のものしかできないんですけどこの MMU2S を使うとこんな感じで3色同時に印刷することができます。これも黒と赤と緑使ってるんで通常のプリンターだとパーツの色ごとに部品を作って後で 接着するっていう工程が必要になるんですけどこれを使うと同時印刷でこんな感じのものが作れるということですねまあ、非常に便利で面白いものではあるんですけど、えー、まあ癖がかなり強いのでまあ、そこら辺のポイントをできるだけ分かりやすく説明できたらなと思いますとりあえずあの作るところからまず という感じですね、まあ、特に問題もなく組み立てれたんですけど、えー、動作ししませんでした、はいえー、もう多色印刷どころか単色での印刷もできなくなってでも正直絶望してて、えー、もうその日はねもう寝ました。 で翌日、えー、どのタイミングで何がどう動いているのかっていうのを、えー、整理するために、えー、ちょっと順番にね、えー、動作を見ていくことにしましたはいこの MMU2S というオプションはこの1,2,3という3つのステッピングモーターとここの1つのフィラメントセンサーが新たに追加されていますそれに加えて元々あるここのステッピングモーターエクストルーダー用のステッピングモーターと このフィラメントセンサーこの全てがうまく動作しないと動けませんなのでまずステッピングモーターですねこの追加された方がどのタイミングでどの方向に動いているかっていうのを分かりやすくするためにこんな感じでペンでねマーキングしていますでこの矢印は後から印刷ができるようになって付け加えたものなんですけどこれをねつけておいた方が分かりやすいかなと思いますなのでこれおすすめです ではこのプルサ i3 に MMU2S オプションをつけると一体どんな動作になるかというのを簡単に説明していきます。これプルサを後ろから見た映像でここ通常は閉まっているんですけど今見やすいように開いています。でここのステッピングモーターはセレクターといってどのフィラメントをこのチューブに流し込むかというのを選択するためにあります。なのでこいつは横方向に動きます。で次にこの プーリーというステッピングモーターはフィラメントを送り込んだり逆に送り出したりするために使いますこいつ自体は回っているだけでフィラメントを選択することはできませんそのフィラメントを選択するというのはこの3つ目のステッピングモーターになりますこれはアイドラーと言ってここになんかぶっとい軸がついているんですけどこの軸にベアリングが5つ搭載されていて それぞれ回転して適したフィラメントを挟み込んで送り込んだり送り出したりこれとセットでね使うような感じになっていますざっくり動きを説明するとこの後ろに5本のチューブが挟み込んであってフィラメントがこう入ってきますとチューブの中を。で入ってきたらこのフィラメントを挟むですね挟んでこう送り込まれる。 送り込まれると同時に、えー、ここのセレクターの位置と、えー、その送り出したフィラメントの色番号が同期しているので、その中を通って、えー、チューブに入っていくという感じですね。まだ終わりではありません。これはプルサーを前から見た時の映像になるんですけど、えー、さっきこのチューブの中をフィラメントが通ってくると言いましたが、えー、このフィラメントが通るときに、このフィラメントセンサーでフィラメントが来たよということが感知されます。 で感知されるとずっとフィラメントが送り込まれてきてここにもフィラメントセンサーがついていますでここでフィラメントが届いたよということが感知されるとこのエクストルーダーについているステッピングモーターが回りますで回りだすとこっちのプーリー側は回転が止まってこのエクストルーダーについているステッピングモーターでフィラメントをノズルまで 送り込むような形にななっていますなので実際印刷している時というのはこのダイレクトエクストルーダーについているステッピングモーターだけで動かしているんですね。であくまでもこのプーリーのステッピングモーターはフィラメントを送り込んだり送り出したりする ためだけに使われているということがまあ、順番にね辿っていくとようやく分かりましたなのでまあ、組み立てた後調整とかする時に自分が今どこまでできていてどこまでできていないのかっていうのを調べながら順番にやった方が分かりやすいかなと思いますはいいかがだったでしょうか、えー、分かりましたかねあの複雑になったとっいうことだけでも、えー、伝わればいいかなと思います でここからはですね、えー、僕がこれを運用するにあたって、えー、僕なりに改善したポイントを、えー、皆さんにご紹介しようかなと思います。えー、これはあくまでも僕がやって僕だからうまくいったっていうものなので、えー、皆さんがやってみて実際うまくいっかっていうのは、えー、分からないので、えー、お試しになる方は自己責任でお願いします。えー、まずこちらフフフフィィララメメンントトババッッァァーーと呼ばれるもものののででしておくためのものなんですけど 今のところこれは使っておりません。で、おそらくこれから先も使うことはないかなと思います。まあ何をするためのものかというと、この M M U 2 S を使うと頻繁にフィラメントを出したり入れたりすることになります。で、まあ出し入れする時、まあフィラメントの色を交換する時というのは、このチューブ内にあるフィラメントをすべて取り除く必要があります。まあ排出する必要があるんですけど、その排出した え、あまりをここにバッファーしておく、貯めておくためのものなんですね。で、まあ、なんで使ってないかっていうと、えー、単純に、えー、邪魔だからです。えー、でかくて、まあ、場所も食うし、あの、今ちょっと特殊な環境というか、ちょっと変わった環境でやってるんで。まあ、僕の、部屋には合わなかったので、使ってないっていうものですね。ただ、バッファー自体は必要なので、まあ、今後どこかに、設置しようかなと思ってます。 現状、まあ、使わなくても動作してるんですけど、まあ、動作しない動作させない設置か設置させないと、えー、どこかでフィラメントが絡んだりする恐れがあるので、えー、必ず用意した方がいいとは思いますけど実際今は使ってないものです。ね。まあ、当たり前といえば当たり前なんですけどこことここにあるフィラメントセンサーの調整をしっかりと行う必要があります。 詳しい調整の仕方はマニュアルや公式の動画を見ていただきたいんですけど、えー、まあこのメニューから入って一番下のサポートでさらにかなり下の方のセンサーインフォここここにそれぞれセンサーが感知したか感知してないかっていうのを0と1で表示させてくれているので今フィラメントどちらも詰まっているので11というふうにえまあ 目でね見てわかるのでこれを見ながら調整していくのが一番いいかなと思いますあとこれをしたら劇的に動きが良くなったというのはこれを取り外してからですねこれはあのカッッターの刃を止めている、えーまあ、ブラケットになります実はこのセレクターのステッピングモーターについているこの部品ではフィラメントをカットするためにカッターの刃がついているんですね。でそれをこの えブラケットで挟んでいるんですけど、えそのカッターの刃もこれと一緒に取り外しています。まあ要はですね、フィラメントの切断面をそのカッターで切ることによって、まあ綺麗にしてくれる。まあ詰まった時なんかに、まあ切断面を綺麗にしてくれるというものなんですけど、そのカッターで切ったフィラメントが引っかかったりするんですよ。<laughs> よくわかんないんですけど、まあ引っかかるんですよ僕の場合。で引っかかるプラス この MMU2S ってフィラメントが通るための難関が、えー、たくさんあるんですよ何箇所もでまあ、どこも結構シビアに作られてて通りづらいんですけど、えー、僕の場合、えー、ここねこれがね非常に通りづらかったこの部品が この部品のところでよく引っかかってたんで、の何もないのになんか引っかかるなっていうところが頻発したんで、もうカッターごとね、この部品ごと取り外しました。で、取り外した後はあの設定の方でカットの設定をオフにする必要があるので、お忘れなく設定してください。 あとですねちょっと地味なんですけどこちらの黒いパーツは僕が設計ししてて印刷して取りり付けたカスタムパーツになります、まあ、チューブバンドとか、えー、勝手に呼んでつけているんですけど、まあ、純正の状態だとテフロンチューブがここにぶっ刺さってるだけなんであので銃を無尽に印刷中に動き回っちゃうんですねこのチューブ自体が。なのでそれを抑えるために、えー、上と下と2箇所取り付けています。 はい最後ですねこの MMU2S の動作安定性という部分には直接関係してこないんですけどもう絶対作ってほしいパーツがあるのでそれを最後にご紹介しますえこの部品とこの部品ですえこれをねもうマジで作ってくださいもう今動画止めて今から概要欄のリンクからダウンロードして今から作り始めてくださいあの MMU2 導入してからだとえこれがね動かなかった時大変なんでもう今作ってください。 あの導入を考えている方はね、で、まあ何をするかというと、これね蓋なんですよ、ただのキャップ。でもめちゃくちゃ重要です。でどういうことかというと、えー、ここね頻繁に開け閉めするところのネジ二箇所なんですよ。でこれで、えー、そのフィラメントの押し付け具合も調整しているんですよね。で、えー、ここ開けて、えー、この 中のゴミを取ったりとか、フィラメントがちゃんと入ってるか確認したりとか、えー、する超大事、もうめっちゃ頻繁に開けるところにもかかわらず、えー、このボルトの、えー、と一緒にねバネが入ってるんですよ。そのテンションかけるために。でそのバネが飛んでいくるんですよ。このネジと一緒に開けたら、もう開けたらねあの重力で落ちていく設計になってんですよ。このね設計はね本当に最悪だと思うけど、これ本当にもう僕も何回も落としてめっちゃイライラしてたんで、これぜひ作ってください。 もう正直ちょっとねネをこう持ち上げてあげたりとかしないといけなくなったりはするんですけどネジネジがといいよバネが飛んでったらもうどこ行くかわかんないじゃないですかもう絶対これ作ってくださいちょっとね今引っかかっちゃったりもあのするんですけどもうちょっと削ってあげればあの全然問題ないので本当にこれだけ作ってくださいこの黒いやつこの黒いやつこれマジこれマジで作って本当に、えー、絶対いるいるやつ。 あの接着剤でねあのつけちゃってますもう絶対取れなくていいんでここははいそんな改善案でしたはいいかがだったでしょうか今のところですね、まあ、完璧ではないんですけどあんな感じの改善で、まあ、それなりに動くようにはなりましたで、まあ、最後にですねこの MMU2S の導入をご検討されている方に向けていろいろ伝えたいんだと思いますまずこの MMU2S というオプションは情報が非常に少ないです特に日本 といいうのもでですすね日本向けに販売してないんですよこのプルサ i3 自体は Amazon j ジャパンで簡単に購入することができるんですけどこの MMU2S というオプションはサの公式サイトででしか購入することができませんそのことからもわかるようにですねもう日本語に日本語対応をしてないというかそのマニュアル自体も英語ですし動画とかも全て英語になっているのでサポートも日本語で受けれないと思っておいた方がいいかなと思います。 ええまあね今時だと翻訳機能とかいろいろ使えば問題ないんですけどまあ、なんか本当にトラブルがあった時に日本語対応はしてもらえないと思っておいた方がいいんじゃないかなと思います。であとですね安定性が非常に減ります。 あのプルサー前の動画で,ですねプルサのいいところってすごい安定してボタンポチで本当に綺麗で品質の良くてまあいいものが作れるっていう歌い文句で僕説明したんですけどそれがなくなります <laughs>。と言ってもと言ってもですよ首から下はプルサなんですよ。 なんでここ、えー、ここだけここ使わな例えばですねここに、えー、まあこれがねもしトラブルで動かなくなったとしたら、えー、ここにダミーのねフィラメントダミープラグを入れておけば、えー、センサー反応するんで、えー、多色印刷はもちろんできなくなりますけど単色でよければ今まで通りに近い状態でこのプルサを運用することができるので、まあ、もし最悪なんかあった時も、えー、まあ 元に戻すことなく使えるんじゃないかなと思います、えー、あとですね、えー、ゴミがアホほど出ますはい、えー。これね、造形物ですね造形物に対してゴミがこんだけ出てますはい、えー。こちらだからひどい状態なんですけど、えー、造形したものがこっちこれに対してこんだけゴミが出てるんですよゴミの方がでかいっていう、えー、こういうことも起きます、えー、これはね、なぜかというとこれノズルのカットモデルなんですけど えー、フィラメントがここからね入ってきますよねで溶けたフィラメントが入ってきて、まあ、ここから出たらいいんですけどフィラメントの色を交換する時に全てここから出さないといけないんですよねただ溶けているものっていうのは引っ張って出すことができないのでもう押して出すしかないんですよなんでこのノズルをクリーニングするために、えー、こんだけのゴミが出てしまうということになります。ノズルを掃除すするるだけけななななららら、えー、こんんんにいらないいいじゃゃかかっって思思うう方もしとでど えー、この 3D プリンターの特性上高さを合わ,せないと合わせてあげないといけないいいとけんですよ、えー、例えばですねこの黒造形している時っていうのはう黒だけだから、えー、ノズルクリーニングする必要ないんですけどあの高さを合わせてあげないと干渉しちゃうんですよねこいつとこいつがぶつかっちゃうんですよ低くなってると。なので同じ高さにするために、えー、1, 1層ずつここのゴミを作ってあげないとダメっていう 使用になってますこれはでもしょうがないと思うけどもうちょっと何とかならんかったかなっていう気持ちは正直あります。もうし,ょうがないしょうがないですけどねさっき MMUS で印刷すると造形物とゴミが必ず同じ高さになるっていう説明しちゃったんですけどこれは黒を印刷した後にこの緑だったり赤の色変更することがあったのでゴミを同じ高さまでしないといけなかったんですけど例えばこういう場合。 え黒が最初でその次にオレンジが来る場合は、えー、ゴミは全然え高さ出さなくてもいいなということがわかりましたんでちょっと訂正させていただきます。という感じで、えー、ゴミががものすすごく出るかつ造形時間がアホほど増えます、えー倍まあ、単純に倍だと思って頂い,いていいんですけどこんだけねゴミを作る時間とあとねフィラメント交換する時間すべてえ合算されるのでえー アホほど造形時間増えます。 という感じで,です、ね、デメリットも非常に多くなっているんですけどまあこれでしか作れない唯一無二のものも当然あるので挑戦したい方は本当に腕に自信のある方とかぜ是非ねこの MMU2S オプションをつけていただけたらなと いいいなと思いますあの本当に日本情報少ないんで、えーまあ、いろんな方がね挑戦していって、まあ、いろんな情報でもうちょっとね日本のコミュニティもね高めていけたらいいんじゃないかなと勝手に 思ってますはいという感じですね、えー、まあ、参考になったかどうかよくわからないんですけど、えー、参考になった方はあのグッドボタンとか、えー、チャンネル登録とかよろしくお願いしますツイッター、Twitter、とかインスタとか、えー、その他ね色々やってますので、えー、概要欄から見てみてくださいで今回、えー、ご紹介してご,ご紹介した僕が設計した 3D モデルは全てですね概要欄のリンクからダウンロードできるようになってますので是非ダウンロードしてください一応有料にさせていただきます無料でもいいんですけどあの、まあ、作れないものじゃないと思うんでご,ご自身で設計できないものじゃない本当に非常に簡単なものしかないのでまあそれができる方はまあ 自分でやっていただいたらいいし、えまあ、それめんどくさいなと思う方はえいう,うにはなっちゃうんですけど、そちらからダウンロードしていただけたらなと思います。ご視聴ありがとうございました。